誰や、お前誰や、お前、お、お前だ、誰だ、いや、誰や、メロン、ブドウ、メロンとブドウ、どっちかにせえや、お前。これは、どんな、汚い手で、なんだかで、いや、いや、あいつメロンかブドウか選べねえんだな、きっと。さあ、行くわよ、私は左から行くわ。オッケー、私、中入るわ。え、中に入るの？あ、やっている。中に入った。ああ、中に。ダメ。ダメよ。それ以上中へ進んだら、私がどうにかなっちゃう。ああ。メロンとブドウ発見。メロンとブドウの見つかった。センターにいるわ、敵は。ここにおったやつや。ケイネ、こいつは。あ、やばい、いいわ。あ、やばい、やばい。やばい、死んじゃう、死んじゃう、私は死んじゃう、どうにかなっちゃう、そう思ったら、あは、ダメでした。めっちゃおもろい、めっちゃおもろい。おけい、趣味とかないんですか？趣味は私の趣味、言ってもいいですか？はい、私の趣味、言ってもいいですか？はい、はい、盗撮盗聴、下着泥棒、それに加えて電車での痴漢、全てを兼ね備えた変態です。どうか私に清き一票をよろしくお願いします。新たなる政党を作りましょう。その名も勃起党。そのままやねんか。勃起党の頭をやらせてもらいます。勃起神です、よろしくお願いします。勃起神参ります。カウパー駅発車。私の射精をくらえ、チュパーン。ごめんなさい、自分が全開です。マックスレボリューションです。でも今夜は止められないの、私の性欲はもう止められないわ。ラビットより強い、ウサギの交尾より激しいわ。めっちゃ速いよ、ウサギ。そうよ、あのピストンよりもはるかに速いマッハ555。私は止められないわ。怒りの速度でチッセックス&ダンピストン、あー気持ちいい、ドリルチンコ、素晴らしい、止められないわ。ヒサトス君、はいはい、君はどういう性欲を、僕はあーくるくる回ってる。ちょっとどういう性欲か、なんか電車でしか、ちょっとわかんない。え、何、電車でセックス、電車でセックス、え？なんでやばい。え、皆さんはお何歳なの？13歳？え？なになに？セブン、セブン、セブンティーン？そうそうそう、セブンティーンなの？やだ、ゴンシャ。若いほどいい汁が出るじゃない。やめて、変な意味じゃないわよ、いい汗ってことよ、素晴らしいじゃない、いい汗が流せる、そういう青春を送ってみたかったわ、私だって。でも違ったの、私は。不安定やな。でもどうしてこう世界は残酷で卑劣で悪が正義となるの。なんで買ってしまうの。メロンブドウどっちかにせえや、お前。これメロンかブドウかどっちかにせえや。まだメロンと僕東京だから。お前がそんな何て呼んでるの、お前。私の名前は、私の名前を教えてほしいのか。もっと黙れ、お前。ミュートにしたら
ミュートにしても私の声が聞こえるわよ。あなたの声に届くの。わかる。ミュートにしないで。本当は届かないわ。ブドウちゃんのとブドウちゃんのとおもんないやつ、お前。はぁ、声にしてもおもんないやつ、お前。じゃあお前が例えてみろ、お前、メロンとブドウを。はい、それじゃあメロンとブドウさんで面白い例え。3219どうぞ。ミュート。はい、ミュート。はい、逃げた。はい、逃げた。関西人のくせにおもろいことを言えない。お前それなのに関西人か。俺は見てへんぞ。お前、私のあれ、これ前も見た気がする。あれ、これ前も見た気がする。実はこれの続きなんです。この動画の続きに関西人とのやり合いが。次回、関西人出資、絶望的な状況、ご覧あれ。何、田舎の本当、何が悪いのか言ってみろ。なんだよ。